ものはですね、今年で105年目、明治39年に建ったものです。ここを建てた人、これは皆さん多分ご存知でしょう。岩崎弥太郎さん。あの NHK 大河ドラマ、あれを見てる方は、弥太郎お前を嫌いだったって、あれがそうです。どういう人かというと、三菱財閥の創設者ということです。でこの日本郵船と合併して日本郵船になるんですけど、その前は、やっぱ大河ドラマにも出てましたけど、郵便汽船三菱会社という会社なんです。これが本当の基礎なんですね。でこれはどういう基礎かというと、維新の明治維新から今度明治に変わり、江戸から明治に変わって、で龍馬が海援隊という船会社を作りますでしょ。で作って暗殺された後に弥太郎が後引き継いで船会社の方へ行くんですね。手法を提供させて郵便汽船三菱会社という半官半民の会社を作って、郵便物を運搬する船会社の独占企業です。これで儲かるんですね。で明治18年に共同運輸という会社と合併して日本郵船という会社になる。現在で120年の会社。これはですね、どう中入っていいんですか。金庫だ。金庫だ。はい。でこれがですね、この扉を閉めると全部この中が金庫です。で大化金庫ね、床もが一致して、天井で鉄板でね、これ今度ももらうんですよ。でここを閉める。ということはね、お金はまず。お金もお金、銀行でないもんですから、お金を一回燃えた時に、津波会社ですから、証券で、津波証券でやりとりです。荷物はまあ向こうに出さないので、ですけど、書類そのものは証券でやりとりです。そういうものを保存した、そういうことかな。あれは非常口。この扉が開かなくなった。さあ、この中のものをどうやって出す、表から入ってきて出そうという。銀行は見守ってるんですよ。で、これは柱になるでしょ。下には柱があったって、この向こうの中に6本もあった。これはね、天井裏が全部水天井になっているんです、構造体。だから壁取っちゃっても天井だけは平らに使えるんです、この2階。こんな6寸かかね、5寸かか。